L700S ミラジーノ、今回ねメータースピードメーター外していきます。でメーターパネルのね外し方別動画でねやってます。でね遠ミリ3本これをね外していきます。ビスです。引っ張ります。でこのメーターはねあのバチッとねはめ込みのスピードメーターなんでね結構ね抜けないんですね。でちょっと横着する人はねこの横をねグッとね引っ張ってもらったらねここにね見えます。でこのままね引っ張ってね押したらねあの外れるんですがねやってしまうとねワイヤーがねちょっと変形したり折れたりしてねスピードメーターがねちょっとね針がね揺れたりとかする恐れがあるのでねちょっとミッション側からね抜いてちょっと引っ張り出せれるようにしていきます。ちょうどね、これ後ろから見てます。ミッションの後ろ側にこいつですね、これがねスピードメーターのワイヤーになってます。こいつをね抜けばね簡単に引っ張ることができます。このカバーね外したとこからいきます。でね、ゴムのカバーを外したらね、こういうやつが見えます。今横に、この白いね、部分をつまんだら、上に抜けます。手入るかな。よし。簡単にね、抜けます。でも簡単に入ります。こんな感じでね抜けます。でこれね位置があるのでねこのメーターのこのワイヤーをね回さないことですね。で入ったらねカチッと言います。でねこれをねこれたまにね外れる場合もあるんです。ワイヤーをねぐっとね引き抜いていきます。ちょっとね、伸ばしたとこからいきます。でかなりね伸びてきました。でこれねここ逆ですね、反対側からやるとね簡単に押せます。反対側からやる
対側行かないのでね。上から行けるかな。ちょっとね、外してからね、説明します。ここを押すの。よし。ちょっとね、抜ける動画ね、撮れなかったですか。あとはね、モカプラですね、押して引っ張る、全部逆になってましたね。押して引っ張る、よし、押して引っ張る、まあ、メーターこんな感じ。全部裏になってましたね。だからこっちにね、引っ張れたら押して、押して、こっちは上でしたね、押して、でこいつがここですね、ここを押したらね、外れます。だからつけるのもね、隙間からパチッと入れて、でこいつはね、どこでも入るのでパチッと入れて、グッと押し込んだらね、ワイヤーがね、自動的にミッション側にね、押されます。でこれをね、無理くりね、この R をね、折り曲げたりするとメーターの針がね、揺れます。こんな感じかな。でこいつをね、くるくる回さないことですね。回してしまうとね、ミッション側が入らなくなります。商品確認がね、ちょっと汚れとかはあります。で距離がね、117,730キロ、ヤフオクね、出品します。今回ね、メーター外していきました。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。